皆さんこんにちは、ハッタエミーと申します。今日もやっていきましょう。ジャッジアイ。なんか前回すごい面白かったよね。あの東さんめっちゃかっこよかった。最後ドラマかと思った。声がいいんだよね。お、前回までのあらすじ。モグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。うん。1年前、海東の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図。うん。だが全ては仕組まれていた。うん。裏社会の掟に翻弄されるカムロ町の男たち。いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。うん、かっこよかった。最後は次はなんだ、名前チャプター4。あ、ジャック・イン・ザ・ボックス。ジャック・イン・ザ・ボックス、箱の中にのジャック。うわ、あ、登場会計松金組事務所。倒れてる。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。怖っ。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。痛い。やだ本当に。うん。へい。へい。オートヘイでやるんだ。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。え？なになに？死ねえ？誰？わ、この人被害受けてる。うわ、めっちゃ溜めたね今。あの人は誰？治安悪すぎん？で、羽村さんさ、やっぱ陰でみんな不満持ってんだね。機嫌悪いとか言って。お、光がいい感じ。平和だここは。東条会計松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。流れ玉で肩木にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは強霊会の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。うん、ゆうべ東から聞いたんでな。へえ、この間俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発、うん、でとどめに両目を撃ち抜いた。いた目を。要するに強霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条会本家も黙ってねえ。強霊界との報復合戦になるか。ああ、今のカムロ町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。立ち上がったキムタク。あ、東に会うだって。昨夜銃撃の時は東も事務所にいたらしい。うん、あいつんとこならまた何か情報が入ってきてるかもな。
ここ私がガチャで集めたコーナーです。そういえばさ、ハートのサメも集めた。そういえばガチャでゲットしたんだった。ちょっと飾ろうよ。あ、マグロか。あ、隣にしよう。ここら辺オッケー。ピンク目立つな、めちゃくちゃ。え、かわいい。唯一の癒し、ここ。あとここもね、猫ちゃん3匹います。ヤクザのゲームだと思えないよね。東に会おう。東に会っていいの？あ、星野くんからか。あ、近っ。もしもし。はい、八神ですが。八神さん、助けてください。星野くん、どうしたんだ？事件なんです。源田法律事務所で。え、事件だって。とにかく大変なんです。助けてください。ああ、わかった。すぐに向かう。事件？じゃあ源田法律事務所行かんと。事件って何？またあの記者の人いるとか。星野くん、一体何が？正座してる。元カノがいる。え？あ？あなたがやったんでしょ？はあ？だから違うんですって。あ、素直に白状しなさい。なあ、何があった？おい、八神さん。八神さん来てくれたんですね。八神くん。八神くん？お、真冬まで。なあ星野くん、事件ってどういうことなんだ？見ての通り、沙織さんと真冬さんに容疑者として尋問されてる最中なんです。え？容疑者って星野くん、どういうことだ？はあ、完全に冤罪なんですよ。とりあえず事情を聞いてみるか。まず星野の容疑は？何の容疑だ？星野くん、一体沙織さんに何をしたんだ？いえ、何もしてませんよ。問題はケーキなんです。ケーキ？どういうこと？沙織さんが冷蔵庫に保存しておいたケーキを僕が食べたって疑われてるんです。うわー、しょうもな。は？平和な事件やった。ただのケーキじゃありません。後藤ガトーの生ケーキです。後藤ガトー、あれは何時間も並んで買った超レアものなんです。え？は？容疑ってそんなことかよ。なんで、真冬がいんの、ここに。ところで、なんで真冬がいるんだ？今回の事件と関係あんのか？たまたま仕事で用があったの。それで事件に遭遇したと。うん。なんか突然、沙織が騒ぎ出して。話を聞いたら、確かに星野くんが犯人としか思えない状況だったから。だから、真冬には検事として立ち会ってもらってるの。検事って法廷じゃあるまいし。星野が疑われた理由は？なあ、そもそもなんで星野くんが疑われてるんだ？星野くんだけなんです、ケーキのこと知ってたの。それは星野くんだね。確かに自慢されて知ってましたけど、だからって犯人扱いひどいですよ。ちなみに最後にケーキが目撃されたのはいつ？昨晩20時ごろ、私が帰る頃には間違いなく冷蔵庫の中にありました。僕はその後22時までずっと事務所にいましたけど、誰も来てません。誰だろう、食べた人。星野くんが犯人でないとすると、22時から今朝までの間に食べられた可能性もあるな。誰か変な人入ってきたとか。事務所の鍵は間違いなく閉めた？はい。はい、間違いなく閉めました。事務所に誰かが侵入した形跡もないし、部外者の犯行って線はないはずよ。むずいね、これ。なるほど。ちなみに今朝事務所にいたのは？源田先生が僕より先に来てました。ただ僕が来てすぐに事務所を出て行って、その後真冬さんが来ました。最後に沙織さんが来ました。その時に気づいたんです、私のケーキがなくなってることに。証拠を入手。だとすると源田先生が一人の時ケーキを食べた可能性はあるってことか？いえ、
いえ、源田先生は筋金入りの和菓子好きです。普段は洋菓子なんて全然食べません。違うんだ先生。真冬なんじゃない？だって気まずそうだもんね、今顔が変だもん。そういう問題なのか。まあ動機が弱いってことかもしれないが。ねえねえ星野くん、もう素直に白状した方がいいんじゃない？はあ、ひどい真冬さんまで。僕はやってませんって。星野くん、罪を認めないのならば重い処罰を受けてもらう必要がありますね。怖っ、本格的。いきなりそういう真冬さんだったら怪しいはずです。来た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 、真冬さんだ。絶対真冬さん。てか意義ありって突然何言ってんのよ。ねえ星野くん、どういうことか説明してくれる？今朝真冬さんが事務所に来た後、僕はトイレで15分ほど席を外しました。その間に真冬さんならケーキを食べることができたはずです。なるほどね。なんで私が？そもそも証拠も根拠も証拠もないでしょ。ところだが根拠はあるんです。僕はしっかりと聞きましたよ。朝あなたが事務所に来た時お腹がグーってなる音をねそんな大きい音だったんだ。気まずい。聞こえてたの？朝食を抜いて腹が減ってたんじゃないですか。だからあなたは冷蔵庫の中を探り、偶然にもそこでケーキを見つけてしまった。つい魔が差した。そうなんでしょう。はあ？そう、そんなわけないじゃない。だいたいお腹の音が証拠とかどうなんのよ。違うの？矢上さん、矢上さん出番ですよ。ん？出番？ここの弁護お願いします。このままだと僕、沙織さんに一生白い目で見られてしまいます。まあ依頼ってことなら一仕事してみてもいいけど。お願いします。お願いします。仕方ない、とりあえず現場を調査してみるか。まずはケーキの包み紙がないかゴミ探しだな。確かに、もう二人のどっちかってこと？包み紙、ケーキの、この中は？これは、なんだこれ、ゴミ箱が空っぽみたいだな。普段なら溜まりまくってんのに。怪しい、これ、はい、捨てた。今朝ゴミ出しの日だったんです。ゴミ出し当番が片付けたんでしょうね。今日のゴミ出し当番は源田先生だって。怪しくない？源田先生にも当番やらせてんの確かに。まあペナルティみたいなもんです、沙織さんの提案で。矢上さん、源田先生ゴミの分別とか適当すぎるから昨日ちょっと怒ったんです。ゴミを片付ける人の気持ちにもなってくださいって。そしたら今度ゴミ当番やるからって、そういうもんだから源田先生相手によくも。まあ矢上さん、矢上さん、他のゴミ箱も空っぽでしたよ。源田先生ちゃんとゴミ当番してたようです。えらーい。なるほど、星野くんありがとう。ケーキの包み紙、他の場所に捨てられてないですかね。台所とか洗ったままの容器がよく置きっぱなしになってますよ。なるほど、じゃあ台所も探してみようかな。猫の声もするね。ここ汚っ。なんこれ、牛乳パック。ケーキの包み紙なさそうだけど、これは牛乳パックか。ご丁寧に洗ってあるみたいだな。えらい。それは沙織さんの牛乳パックですよ。めっちゃ飲むやん。昨晩はなかったので今朝の掃除当番の人が片付けたんでしょうねそういうのしっかりやらないと沙織さんに叱られますから。てか台所めっちゃレトロ、3本分ある。多いな、一気に飲み干したんだろうか。なかなか飲めなくない？3本は。それはないと思いますけど、何か事情があって捨てたのかな。怪しいね。これはなんだこれ。この冷蔵庫にケーキが入っていたのか。おや、氷が溶けているな。水を入れたばっかりなのかな。いえ、寒いこの時期ですから氷は使ってないと思いますよ。昨日誰かが使っているところ僕も見ていませんし。なんか謎が深まる。だとするとなぜ溶けてしまっているのか不自然だな。あと猫か、
ん？おお、いた。おお、こんなとこに猫がいるぞ。うわあ、源田先生の他の間にいた。よし。誰犯人？こんなことで。お、仁王立ち。八神さん、調査はもう大丈夫ですか？でしたら審理を始めますが。え？審理ってここで裁判を追っ始める気かよ。もちろんです。真冬、いえ藤井検事も準備はよろしいですか？はあ、いいわ、私もとばっちり受けてるわけだし付き合ってあげる。お願いします。では被告人星野一生の審理を開始します。検事側、検察側藤井検事、冒頭陳述をお願いします。星座かわいそう。検察側としてはやはり星野くんが犯人であることを主張します。何これ、旗から見たらなんかおかしいよね、これ。ケーキごときで。その根拠は？被告人はあなたにも犯行は可能だったと主張していますが。裁判長、警察側にはその主張に対して反論の準備があります。藤井検事、どういうことでしょうか？もし私が食べたとしたら、あるはずのものがないことになるのです。何？八神くん。そうだよね、八神くん、あなたはその証拠を持っているはず。ん？俺が？ん、真冬が本当にケーキを食べたなら、あるはずのものがないか。食べたらゴミも出るよね。空っぽのゴミ箱にしてみようかな。突きつける。現場のゴミ箱にあるはずのゴミがなかった。たまたま今朝ゴミ出しの日だったからだろう。はいはい、源田先生が朝一番早く来てたので、その時にゴミ出しをしてくれたみたいです。ということは、もしも真冬がケーキを食べた場合、空っぽのゴミ箱にゴミを捨てたことになる。そうなると当然、今もゴミ箱にケーキの包み紙が残されているはずなんだ。あ、あ、確かに。でも包み紙は残されていなかった。だから私がケーキを食べたはずはないってこと。でもカバンの中とかしまえるよね。ちなみに他のゴミ箱も全て空っぽだったことは確認済みよ。なるほど、筋は通っていますね。いや、待ってくれ、沙織さん、こっちにも反論がある。お、はい、弁護側の異議を認めます。ゴミがないのがおかしいっていうのは確かだが、ゴミなんて隠すことだってできるはず。そうだそうだそうだよ。異議あり。そう来ると思ったわ、八神くん。ではここで検察側から新たな証拠品を提示したいと思います。ん？新たな証拠だって？実は八神くんたちが部屋を調べているとき、私も独自に部屋を調査していたのだけど。おう、そのとき、これが沙織の机の上の書類に紛れてるのを見つけたのよ。お、停電のお知らせよ。停電だから冷蔵庫が凍り溶けてたんだ。そんなものが。なるほどね。昨晩停電があったようなの。午前1時から午前9時まで。おお。そういえばその時源田先生がしてましたね。事務所のみんなに注意してましたよ。物が傷むから冷蔵庫に何も入れるなって。おお。あ、そうなんだ。あ、そういえばそうだった。給油ができて急いで帰ったからすっかり忘れてた。ん？ん？ってことは、そう、もしケーキが電源の落ちた冷蔵庫の中に一晩中あったなら傷んでいたはず。冬とはいえ今朝は珍しく暖かかったからね。うん、でもそんなケーキを一口でも食べたらすぐにでも分かりそうじゃない？ええ、綺麗に平らげるまで気がつかないはずがない。うん、だけど実際はケーキは綺麗さっぱり消えていた。つまり誰かが新鮮なケーキをペロリと平らげてしまったということよ。そしてそれが可能だったタイミングは一つに限られてる。お、どこ？ケーキが傷んでしまった今朝ではなく、ケーキが傷む前の昨晩よ。確かに。あ、まさか。そのまさかよ。ケーキが食べることをできたのは昨晩最後まで一人で残っていた。あ、星野くん、あなたしかいないの。でも違うって言ってるよね。めっちゃ叫んでる。顔
そんななんかしよかったっけ。意義あり。うお、すごい音した。意義あり。矢上弁護士、反論があるのですか。はいはい、結論出すのはまだ早いと思います。もう一つの可能性があるのですから。え、なんですって。冷蔵庫から消えたものはケーキだけではないはずだ。それを証明する証拠品がある。牛乳突きつけてみようかな。突きつける。合ってるかな。沙織さんが冷蔵庫に入れられていた牛乳が綺麗に洗われてまとめられていた。あ、なんか違うかも。つまり冷蔵庫からは牛乳も消えていたんだ。しかも3本もいっぺんに。お、合ってた。沙織さんに掃除当番を押し付けられた源田先生がやったんだろう。ん？それがどうしたというんですか。源田先生はなぜそんなことをしたんだろう。まだ残っていた牛乳3本をいっぺんに捨てるような真似を。確かに不思議ね。どういうことかしら。ここに来てある証拠品がその意味を説明してくれることになる。停電があったからってこと。そしたら突きつけよう。これが証拠だ。これじゃない、停電のお知らせ。あの矢上先生、どういうことでしょうか。停電にもかかわらず一晩中牛乳が冷蔵庫に入れっぱなしだったらどうなるだろうか。まあ痛むでしょうね。そしてその傷んだ牛乳を掃除当番の源田先生が見つけたとしたら、まあ捨てるでしょうね。あ、じゃあ真冬はもう分かったみたいだな。なぜ冷蔵庫からケーキが消えてしまったのか。捨てたってこと。そう、沙織さんのケーキを食べた真犯人は、いないじゃない。行け。おお、誰もケーキを食べていなかった。つまり犯人なんていなかったんだ。なんてこと。あ、源田先生が傷んだケーキを捨てたってこと。まあそういうこと。昨日は休養ができて急いで帰ったと言っていたが、そのせいで君は停電のことを忘れていたんだ。そして掃除当番を押し付けられた源田先生は傷んだケーキを見つけて捨ててあげた。そうだよ、全部私の早とちりってことね。うわ、来た源田先生。うん。お、矢神に真冬くんまでどうしたんだ。揃いも揃って。あ、源田先生、そういえば誰だ、冷蔵庫にケーキと牛乳入れっぱなしにしといたやつは。あ、停電だから物入れんなってあれほど言っといただろう。しかもよりによって俺が掃除当番の時に生ゴミ捨てるのめんどくせえんだけどな。あ、やっぱ捨てた。よかったね、犯人見つかって、うん、おう、沙織くん、そういえば昨晩こんなこと言ってたよな。ゴミを捨てる人の気持ちも分かってください。今朝沙織くんのゴミ捨ててる時、その言葉身に染みたわ。ごめんなさい。なんだ、ケーキもう一回買ってくれば解決だね。お、あら、みんな揃って、ありがとうございました。矢上さん、ありがとうございました。おかげで僕の疑いは晴れましたし、明日から1ヶ月沙織さんが掃除当番してくれることになりました。1ヶ月も。えら、反省しています。これはお礼です。お、なんかくれた。どうも。それにしてもびっくりしました。普段あんなにしっかり者の沙織さんも甘いもののこととなると目がくらむんですね。曇るんですね。え、ほんとよ。だってあそこのケーキずっと楽しみにしてたんだもん。まあ気持ちはわかるが、弁護士としては目が曇っちまうのは感心しないな。あ、精進します。それにしてもケーキで模擬裁判とは法律事務所らしからぬ事件だったな。そんな美味しいんだ。さて、カムロ町の様子が気になるな。銃撃の件で松金組と協力会が一触即発らしい。
東からちょっとその辺の話聞いてみるか。じゃあ東に会いに行きます。シャルルー、今日もガチャを引こうます。今日は何、おー、え、メガドルド前に出た気がするな。なんだよ、一緒のも出んのか。東殴られてたよね。あ、学生二人がいる。なんかボケっと見てる。スーパーガンマーやんないんだゲーム。こんにちは、入っていいの。ん、ヤガミ、何しに来たんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ。もし頭に見られたらお前。ん、あ、いや、そんなに心配することはないか。大丈夫なの。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。うん、まあそのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ。声がいいな。ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。たく、座れ。優しいんだよな。昨夜から松金組は大変だね。ああ、事務所はサツでごった返してる、うん、俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに。事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。うん、今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。ナンバー2、関西の方からわざわざな。ナンバー2、教令会の若頭で塩谷サトシ、バリバリの武闘派でゆくゆくは小馬会長の後目だ。じゃあ昨夜の銃撃はそいつの指図。うん、ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは、うん、多分羽村の頭だ。うん、あ、なんでそんなことが。うん、わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。うん、うう、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。うん、ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん、お、この服が何だって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。あー、確かに栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。奨励会の銃撃は登場会というよりもはっきりと羽村を標的にしてた。なるほど、それで慌てて雲隠れしたのか。うーん。, 笑っちゃ悪いのかな。お前ずいぶん余裕だな。頭を狙う教令会にしたらよ、うん、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの。いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。え、新谷？法廷で弁護してたのはあいつだろう。ああ、そっか。片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。優しい。栗本さんかわいそう、間違いで殺されちゃった。